ケース32の続きです。前回、廃坑探索にて、初めてゾンビのスポーンブロックを発見しました。今回は、経験値を安全に得るために、経験値トラップを作ります。経験値を得るには、モンスターをプレイヤーが攻撃する必要があり、マグマや落下ダメージで終了させてはいけません。ゾンビを生かしたまま、ゾンビは生きていないのか?ややこしいですが、とにかくゾンビが動いている状態、できれば、瀕死の状態で、一箇所に集め、安全に攻撃できる場所を、作る必要があります。今回、作ろうとしているのは、スポーンブロックの周囲を、2マスから3マス掘り下げ、四隅のどれか一箇所に看板を、置き、水流を遮断して、ゾンビが生きた状態をキープできる程度、落下ダメージを与えて、それを地下に集めます。まずは、こんな感じです。苔の生えた丸石は、貴重なので頂戴しました。そこに、丸石を敷き詰めます。さらに、周囲を丸石で囲みます。四隅の段差以外は、発見された状態のスポーンブロックと、同じにします。これは、スポーンブロックの天井の上です。初めてなので、スポーンブロックの周りを整地しています。しかし、これをする必要はありません。ここに水を流し、ゾンビを落下地点まで誘導します。これは、四隅の一箇所で、ゾンビを落下させる縦穴です。このスポーンブロックは関係ありません。スポーンしたゾンビが、四方の段差に落ち、水流で縦穴に誘導されます。では、ゾンビになった気分で、実際に落ちてみましょう。これくらいダメージを与えた後なので、簡単にやっつけることができます。奴らは、パンを持っていないので、体力が回復することはありません。ゾンビは、ここに落ちてきます。つまり、ここで攻撃して経験値を、得ようというのです。
ゾンビの落下地点から、スポーンブロックの地点まで、掘り進みました。到着。ここから、ゾンビの落下地点まで降りられます。階段と、水流を止めるために、看板を作ります。ゾンビの落下地点まで、階段を敷きます。スポーンブロックの壁を塞ぎます。そろそろ完成です。まずい、ゾンビが湧いちゃった。どこにいる？この穴に水流を流したくありません。しかし、ゾンビは通したいのです。そこで、看板を設置します。看板は、水流やマグマをせき止めますが、プレイヤーやモンスターは通れます。よし、あとは、ここに水を流して、さっきの縦穴に導きます。水が足りない。水を頂戴します。水がなくなってしまったので、さっき流した水と、この水を使って、無限水源を作ります。ここでいいか。ここら辺、穴だらけで危ないです。
流れがおかしくなった。流れを継続するには、一段掘り下げないとダメみたいです。ならば、3マス掘り下げているので、逆に一段、上に上げて、2マスにすればいいのか？そうそう、ここを一段、上に上げよう。ここは下げなきゃダメだ。あと2回、水を流さなくては。よし、流れた。これで、この溝に落ちたゾンビは、すべて縦穴に導かれます。ちょっと、ゾンビになってみます。ゴー。いかんいかん、これ以上行くと、落ちてしまう。いい感じですね。今回はここまでです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。